こんにちは、モスマンです。よかよか勝ちました。フェニックス賞、そしてウィン・アグライアもコスモス賞勝ちました。これナイス勝利です。両方とも動画で取り上げていた北アイバーが勝ってくれたっていうことでね、ちょっともうツイッターでも上げたんですが、こんな感じ。まずはね、よかよかの方はツイッターでも僕つぶやきまして、熊本サンバとして初の、九州産限定レースではない一般のステークスレース勝ちということでね、グレード制導入後初だということで、快挙です。そしてこれはもうスターホース誕生って言ってもいいんじゃないですか。ところで、まずはよかよかの勝ったフェニックス賞を映像付きでちょっと見ていきます。はい、今からスタートします。スタートしました。スタートね、少し後ろからになりましたが、福永騎手軽く仕掛けてすぐにリカバリしましたよね。1枠1番ですから下げるわけにもいきませんよね。1枠1番の福永騎手はちょっとね、過去に、嫌なメモリーがありますからね、前が詰まることだけは嫌でしたが、そんなことはしませんでしたね。スッと先手取って、もう逃げました。はい、ここで今2波論目通過ってことでね、はい、最初の3波論32秒9で入るってのは、これは僕の知る限りフルフラットの2歳の未勝利勝ちの時以来かな。2歳馬ではめちゃくちゃ速いですよ。4コーナーはね、あんまりにも早すぎて膨れましたね。福永騎手右の手綱でコーナリング強制しましたので、少し手綱がルーズになってしまって、絞り直すのに手間取った分、ステッキ入れるのが遅れましたね。4コーナーあんまりにも早すぎて膨れちゃったんでね、こう手綱こうやって強制しましたよね。あれがなくて、こう福永騎手手綱もともと短い騎手ですから、がっちり手綱を短くしてストロングコンタクトでかっちりここにね、もうコンタクトを取った状態で四角回ってきていればもっと楽だったと思います。楽勝も楽勝ですね。相手のメンバーがどうとかこうとか、レースのレベルがとか関係ないですよ。もう自分のスピードで逃げて32秒9で3波論行って、そのまんま行き切りましたから、これはもう速い強いの一言ですね。これは 1400m ぐらいまではちょっと期待できます。1600まで持ってくれたら桜花賞もっていうね、そういう話ですけど、どうですかね。1600まで持ちますかね。1200がベストな感じがするんですけど、さてってとこで、次走は現状ひまわり賞に向かうと報道されてますよね。調教師さんがそういうコメント出してます。ただ僕コメントいただいたんですけど、ひまわり賞に出走する場合57キロを背負ってしまうそうです。57はねちょっと重いですね、この時期の2歳馬にとって。ただはっきり言って、体調さえ普通であれば回ってくれば勝てる、それぐらいのレベルの馬だと思うので、小倉2歳ステークスに行って、一般の馬相手にね、強いメンバーとやるか、それとも正直九州産ではまず負けないと思うんで、ここで賞金稼いでおくか、その辺ですよね。重賞を勝つとこをちょっと見たいっていう、そういうファンのリクエストって多分強いですよね。何しろ強くてよかった。デビュー戦だけ勝ってその後あらあらっていう馬は結構いますからね。モントライゼを倒した馬ですから、ここでも強いパフォーマンスをしてくれてほっと一息、ほっと一息じゃん、ほっと一安心かって感じですかね。続いてコスモス賞いきましょうか。コスモス賞も見ていきます。こちらも映像をね JRA から引用いたします。はい、ではコスモス賞見ていきたいと思います。ほい、これスタートね、ちょっとコスモじゃないウィン・アグライア若干つまずいたんですけれども、特に不利はなかったですね。スーッと今上がっていって3番手、4番手から3番手ですね。小頭数ですしね、内外っていうことは特になかったですね。カランドゥーラがもう少し先行するかと思ったんですが、コスモ・アグライアよりも後ろからの競馬でしたね。これ逃げたコスモ・アシュラが結構飛ばすんですよね、これが。そして飛ばす割には結構
バテずにそのまんま、4コーナーまで引っ張るっていうね、これ結構タフな競馬になりましたよね。1000通過1分1秒ってことですから、まあ、後ろは1分2秒ぐらいなんですけどね。これでもやっぱりもうウィンアグライアは3コーナーの手前ぐらいから手が動いている。カランドゥーラも派手なアクションではありませんが、ウィンアグライアが動いたタイミングで一緒になって上がっていってますね。横山武史騎手はもう 3,4 コーナー中間で早くもステッキがもう2発3発って入るんですよね。でちょっと手応えどうなんだろうって思いましたけど、ここで加速しないと前が捕まらないっていうね、そういうジョッキーの判断ですよね。内から外に綺麗な位置取り、ライン取りで 200m の時点でも先頭。外からのねカランドゥーラは僕はモーリスさんじりだし押し切れるって思ってましたよ。はい、ということで、しっかりとね先行して逃げていたコスモアシュラを早い段階でしっかり潰して、かつ、後ろから追撃してきたカランドゥーラを今度は抑え込んでっていうね、これはなかなかレベルの高い競馬になりましたね。横山武史騎手の、仕掛けどころ、それから、まあ、もう 3,4 コーナーでステッキバンバン入れていくっていう、そういう判断がなければ、これは取りこぼしていたかもしれないですよ。ウィン・アグライアに関しては僕はブエナベントゥーラをね、彼女が破ったあの新馬戦の直後に動画作ってるんですよ。なので血統ですとか、お母さんのウィン・アルテミスのアメリカでの競りの価格とかね、そういったのもしご興味ありましたら概要欄に貼っておくんでね、そちらの方のレビューの動画をご覧になってください。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。